誕生日にテレクラとか来てんだよ。お前モテねえんだろ。セックスしたくてもできねえんだろ。そうやって一年中ヘラヘラしてさ、とりあえず結果出してよ。タニさん面白い。私タニさんの方が100倍いいですもん。ああいうこと実は結構エロいでしょ。いい思いしてんじゃないですか。まあもうちょっといてもいいんじゃないですかね。はい。あれ、うわ、キアレンタイム、あんたのとこ人んちでオナニーして。俺にはチアレちゃんがいるんで。チンコ立てながら言っても全然説得力ないけどね。ちょっ、大嫌いだから。なんか人の食いもんってやけにうまそうに見える時あるんですよね。やるじゃん。もう一回使い、赤ちゃんができたの。え、千春のハメ撮り写真添付しておきましたから、これ見て頑張ってください。ふざけないで。必ずぶん殴りに伺いますから。会社クビになっちゃいますよ。タニシュはクビにはしませんから、もう存分にやってもらいますよ。なくさないでください。頭で考えちゃダメです。タニシさんの中の狂気を引きずり出す、それだけです。何気取りなんですかそれ。そんなことされても私タニシさんのことかっこいいと思わないんだけど。何もしてこなかったやつは勝てるわけないんだよ。俺さ、本気になれるもの千春さんのことだけだったから。私はあなたが大好きです。信じてください。クソったれ。